実際 VTuber って配信以外のお仕事って何やってんの？VTuber さんって一括りにするとちょっとあれだから、あのホロライブの巫女としてのあの回答になるんですけど、まあ、裏で例えばダンスレッスンとかはやっぱあるよね。ライブがありますよってなったら、あ、じゃあこの曲とこの曲とこの曲を新たに振り付けをお願いして、あの振り入れしてもらうとかいうのはやっぱりあるし、まあ、ライブ、そうね、ライブをやるってなったら、まず瀬取りを組みます。演出を組みます。依頼をしていただきます。みたいな。で、もうそこに対してのミーティングが何回も重なります。んで、ダンスも覚えます。みたいなところがね、いっぱいあるし、じゃあこのねバックの映像を依頼したいですってなんだ、こういう感じにしてくださいねっていう依頼をして、監視をしてみたいな。その一つのライブをやる、1時間のライブやりますってなっても、やっぱりそれに対して半年以上前からこうわーってやるから、それ以外で言うと、例えばなんか、じゃあグッズとか出ますって、なんか案件のコラボ出ますってなったら、こういうイラスト、ラフですよーっつって来たら、あ、こここうしてもらいたいですっていうのを、やっぱりこう赤ペンとかでさ、なんかこうやってくださいみたいなお願いとかをねして、まあそれが監修って言うんですけど、まあ監修してお願いして、まあ聖書が来て OK ですかってなって、あ、大丈夫ですっていうやり取りとかを、あと歌を撮りますよってなったら収録行きますよとか、そういうな感じじゃないかなねえ。でもなんか配信の企画とかやり始めますよってなったら、あー、いついつミーティングでトゥルワーみたいな、そんな感じですね。うん、締め切りにね日々追われる生活って感じだな。でもね、マネちゃんがねちゃんとね、あのリマインドとかねやってくれてるし、でダブルチェックとかもしてくださってるから、まあ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 、ご迷惑かけない程度に我々も頑張んなきゃという感じにねやってますよね。配信とそれ以外と割合どんな感じです？なんか昔はねマジで7割ぐらい配信だったんだけど、今はねかなり半々とまでいかんけど、うんって感じですね。まあ、配信はさ、あの数時間やから。そう、マネちゃん大変よね。いや、その本当にスタッフさんね大変だと思うなって思ってますわ。はい。